はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は って言ってば、とりあ毎え度なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。ず、とりあえず新しい章に入って、エさピソード2に入って、ちょっとそ大のハイ黒テへキだの、ね、クロエに。ごめん、ちょっと黒への、親がやってる、レストランじゃない、なんていうの、食事のところで、ちょっと朝ごはん食べて、あと、まあ、クロエのお母さんと話とかして、終わって、じゃあ、クロエとどっか行こうかっていうところ、今。あ、いっぱいなんか日記更新されてんじゃん、てか。久々見たけど 久々見たけど、これいいな。まあ、いいや、とりあえずやっていこしかし親友と再会できた上、超う。能力者になってるとは。確かに。すぐ元に戻るかも。だから今のうちに遊ぶ。いや、だから、まあ、前回ここで終わったの。で、微妙にやっそぱのセーブずれ銃、てるかデイビッドら、から盗んだんでしょ？ 復讐がてらにここからこ始のめた町のわ。住民はみんな武装してるの？危険な奴がいるからこそ、私も銃を持つんだよ。まあ、大事そだよ、ん自己な防革衛。命家みたいに言われても。マックスの力こそ革命だよ。だから使い道を見極めなきゃ。飲む。いらない。お子ちゃちょっまだと大きいな。かな、音。全然変ちわっょって待って。ない。よし、やるか。まず空き瓶を5本集めてよ。おい。飲みながら。危ないよ。やべ、久しぶりで慣れ大ねえ丈夫だっわ。て。空き瓶を5本な。はい。よろしく。了解。空き瓶を5本ってさ、難しくないですか？これ空き瓶5、こう固まってんじゃない？空き瓶5本ぐらいどっかに。あ。さすがクロエ。何その さすがクロエって何それ。これは？これは？何これ。薬莢？新しいみたいだけど。あ、これ銃の弾かな。俺、薬莢って何なのか知らないんだけど。あ、注射器。物騒なもの多いな、てか。あれだ、でも光ってくれるか。光るってか、なんかある。この板を橋の代わりに使えそう。あまり重そうじゃないし。どこにかけんの？ その橋の代わりにする場所とまだ出会ってないんだよな。アメフト部が来てたんだ。橋の代わりってどこだ？動かしてみようか、じゃあ、とりあえず。思ったより重いかも。大丈夫？ああ、そういうこと、そういうこと。ああ、はいはい。ああ、あるね、空き瓶、確かに。大丈夫、これ。気をつけてね。OK。回収。瓶その1を発見。あと4本。いい、なんかこのさ、マックスのこの感じ好きだわ、本当に。座る？危なくない？ここ。大丈夫かな？怪しげな場所だけど、クロエがよく来るのもわかる。あ、秘密基地感あるもんね。スチームパンクっぽいし、2人で子供の頃に戻ったみたい。まあ、わかるわかだっる。て将来のことを考えて、こういうとこはやっぱね、子ひ供どのい頃こ思いと出ばすよかりね。起きるけど、また一緒にいられるのは嬉しいな。いいね。昔に戻ったみたいで幸せ。いいね。終わったかな？じゃあ立とうか。行こうか、マックス。あ、降りるときもあれか。こっから行かないといけないのか。R にか。OKOKOK。探そうか。どこにあんのかな、あと。バカ広いからな、ここ。ちょっと待てよ。注射器。怪しいね。物騒だよな。なんでこんなとこに古い注射器が。いやー、もう黒絵かわかんないけどさ、感じちゃうよね。黒絵ではないのかもしれないんだろうけど。錆びた金属に囲まれると落ち着く。なんて暗い？ゴスっぽい？まあ、俺金属はあんま好きじゃないかな。行くべき場所はここじゃない。いやいや、そっちあったかもしれないじゃん、瓶が。だから俺こっち来たのに。マックス。どこだ、あと。あ、これか。あ、いいクじゃロん、エこれと秘密レイ基チ地っェルのぽい。歴史が刻まれてる。あー、そっか。レイチェルのこともっと知れそう。レイチェルとここにいたんだ。なるほどね。悲しくなるな。
切れてんじゃんブレスレット。ブレスレットって久しぶりに言った。クロエのメイクじゃなさそう。レイチェルか。あ、レイチェルとの秘密基地だったんだな。本当の親友だったんだ。引っ越さなきゃこれが私だったかも。そんなとこまで戻る。まさか、まさかマックスそこまで戻れる。レイチェルソング、うん、クロエ私にも作ってくれるかな。あー、なるほど、レイチェルのために集めたってことか。なんか集めたっていうか、まあそのね、レイチェルが好きそうな曲をいっぱい入れたんだ。ファッキュー、きついな。ファッキューイエス言ってないこれファッキューイエス言ってないこれ、わかんないわ。間に入るつもりはないけど、私も来たんだし。なんだこれ、なんて書いてる。 Was here、 Rachel was here。 あー、クロエとレイチェルがここにいたってことか。書こうぜ。仲間は3人、あとはレイチェルを探すだけ。来た、マックス was here。 ぶち切れられたらどうしようでも、クロエに。あー、お前は親友じゃねえよ。レイブのためならロスにまで行きそう。楽しそうだな。サイケデリックアポカリプス、バンドかな。何これ。レイチェル、ボルテックスクラブのパーティーに行ったんだ。まあ行ってそうじゃん普通に。いなくなった日の前日。怪しいね、プンプンするね、プンプン。何これ。死にたい誰。 I want to die。 書いたの。いや、これレイチェルにもちょっとやっぱ闇があったんじゃないの。あ、2本これで、あと3本。まあこういう風に瓶集めてる時になんか歴史を感じれるんだ。なんだから、クロエの、あ、何、ウォーレン。ああ、なんか言ってたの、約束したんです。そういえば朝の9時からメールすんのか、えぐいなどこだ、どっからだこれ。あ、これかな。映画めちゃくちゃ楽しみだよ。ニューバーグまで60マイルあるから5時に出よう。俺運転するよ。やった、新しい車で行くんだね。映画見るときのおやつとか買おう。先に2人で食事してもいいけど。まあ、なんでもいいや。とにかく映画楽しみ。ごめん。え？どういうこと？どういうこと？どういうことこれ？は？ごめんって何これ？わかんな。お前らの会話がわかんねえ。古い人形。これ。かわいそうに。一人ぼっちにされたのね。古いなぁ。そっか、まあ一応ゴミ捨て場みたいなとこだもんな、ここ。ああ、いっぱいあるな。シャツ。これすごく怖いんだけど。何？この車線が邪魔なんだよ。車線。車線が。車線。見えねえわ。あ。洗濯機。どれだけの服がこれで現れたんだろう。まあまあそれだけ歴史があるってことだよな。歴史が洗ってこられたからこそこんだけスタビレて。あれ、ちょっと待って、瓶か。よし、3本目。あと2本。5本見つけるのも一苦労だよ。クロエ場所知ってんじゃねえの。瓶がある場所知らないの。クロエ、ここの車を見ておじさんの事故を思い出さないのかな。ああ、おじさんってそうなんだ。まあクロエのパパって事故だったんだ。なんか今超いなかった。あれ、竜巻の夢に出てきたのと同じ鹿。どこどこどこにいた鹿。どこにいた。ああ、いるじゃん鹿が擬態してやがる。あいつ本当だ、バーチャルだ。バーチャル鹿いるじゃん。鹿の写真を撮るなら今。うん、映らないと思うよ多分。レトロなパンクティーだね。ほんとだ。写るか、でも写真に、こいつ。いける？あ、鹿って出てるわ。写真写らないんじゃないの？だってバーチャルじゃん。どう見ても。あ、この右上のやつでしょ？これやっぱバーチャルじゃん。いないもん。映ってないじゃん。
まあ映んないよ、そりゃバーチャルだもん。そりゃバーチャルだもん。どこだと日本。あ、何これ。座る。静かで原始的な感じ。すごい、森の少女じゃん。森がささやきかけてくるみたい。いいね。俺さ、こういうことしてみたいけどさ、その。何か言おうとしてるような。いざ切り株の前に立つと汚いんだよね。切り株って結構汚いっていうかさ、やっぱ土がついてたりするからさ、なかなか座りたいとは思いつつも座らないんだよな毎回。どこだ、走れ走れ、スタミナも体力もないからこのゲームは。これは洗濯機見たな。あ、ありそうじゃんここら辺。怪しいね。スクールバス。昔学生をたくさん乗せて走ってたなんて信じられない。こういう場所あんのかな。でもこういうなんかいろんなゴミが溜まってる場所ってあんのかな。実際になんかあんまり見ないよな。陸上にあるボートを見ると悲しくなる。持ち主はどこ行ったんだろう。どうやって捨てに来たの逆に。これ今どこ。冷蔵庫の中とか瓶あるよこれ上に。今これかな。取り届くマックス。マックス戻るか。だから5個しかないもん多分これ。これはこれは使い道のありそうな瓶じゃないですか。こっからか。ん、あ、箱があんじゃん。もう言ってよ。いやでも俺これこの高さだったら俺自分で頑張って取るかな。取れそうっつって割っちゃうかもしんないけど取るかもな。よし、あと1本。どこだ。あとまだできるだけ見てみたいよな、いろいろ。ケイト探しに相談なんかごめんね。もう何もせず世界の住人とご挨拶。もう遅いよ。でも電話に出てくれてありがとう。友達の声が聞きたかった。嬉しかった。私たちの味方だよ。ありがとう。後でね。滑舌大丈夫か今の。滑舌大丈夫だったかな今。あ、これは？この店、子供の頃によく行ったな。ああ、じゃ潰れたんだ。私が欲しかったの。今はただのゴミ捨て場の看板。やばー、なんか悲しいな、そういう昔思い出の場所がさ、なんかどんどん潰れていく感じ。でもな、そうなんだよな、実際変わっちゃうんだよな、景色がな。え、帰ってきたよ。クロエ帰ってきちゃった。クロエ。これは？車にもそれぞれ物語がある。本当だ。タイヤ乗ってんじゃん。クロエ。あと一個どこ、クロエ。クロエ。それでいいじゃん、持ってるやつで、お前、おい。なんで私が瓶を集める役なの？納得いかない。私は射撃場を作るんだよ。しかし本当に謎の能力だよな。うん。神様から授かったのかも。なんてね。スピリチュアルやね。神になれる。やりたい放題だ。まあね。まあね。その前にこの力を理解しなきゃ。うん。偉大なる力には偉大なる責任が。責任は退屈だ。私が面白くしてやるよ。任せとけ。怖いな。出来事をリセットして時空をじゃんじゃん曲げまくり、ついでに歴史も変えてる。大したことないよ。人の命を救っといてよく言うよ。うん。次は何してやろっか。でもさ、このショーの始まりでさ、クロエがさ、焚き火をするスポットがあるはず。え？もう一本ないんだけど。ちょっと、まあ、お前が飲んでるやつでいいじゃん。もうあと一本。射撃場を作るから瓶探してきて。もうよくね、お前が飲んでるやつ出せよ。もう飲み終わりそうじゃんそれ。探してくるか。ちょっと飛ばすかじゃん。ちょもう一回パーってもう一回パーって見てみて、なかったらちゃんと探すわ。じゃあでもこっちなんつったしな、こうあったし、やっぱいい感じに多分配置されてるから。あ、カメラ見よう。安らかに眠ってね。
本当だ、ボロボロだ。どこだ。怪しくないですかこれ。どこまで行けるか分かんないけどさ。あ、焚き火。危なくない？危なくない？今危なくなかった。あ、瓶あんじゃん。やった。あー、帰れなーい。帰れなーい。帰れないやつー。そこまで戻んの？どこ？あー、オッケーオッケーオッケー。センキューセンキュー。瓶をクロエ様には。ここは人気のスポットなんだろうな。あ、これトリガーなのか、時間の。あれ違うな。もう結構でも火新しいよな、焚き火的に。でもこれクロエとの会話なかったことになってんじゃないのこれ。なんか戻った時の映像的な感じからして。おい、ご苦労さん。5本拾ったけどな。ああ、出てきた出てきた。どこに持ってたの？カバンの中入れるの嫌なんだけど。もう1本。ああ、6本じゃん。じゃあ結局。本当にやる気？一発も外さず、全部の瓶に当てる。弾入ってんの？そこでマックスの出番だ。ん？よし、どこを狙う？どういうこと？まず撃つとこ見せてよ。どういうこと？俺の出番ってどういうこと？ああ。どこを狙う？右？もうちょっと右。了解であります。ああ、そういうことか。ああ、はい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 。見たよ。やば。見たよが結構クールなんだよな。ああ、これなんか黒の。よし、どこを狙う？弾道を見て戻るんだ。まずはそのまま撃ってみせて。はい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 。あ、上上上、もうちょい上だわ。もうちょい上上、もうマックスの負担が。もうちょっと上かな。よし、命中だ。いいね。見てろよ、姉さん。やっばいな、これ。そっか。よし、次はトリックショットだ。どこに打とうか。そっかそっか。このペアが組めば絶対当たるもんな、弾が。え？マックス、どれを打つ？じゃあ、看板打ってみようぜ。あそこの青い板は？気に食わないから撃つ。お、いいじゃん。はあ。え、何これ。早く瓶を吹っ飛ばそうぜ。え、何でもいいの。え、ダメ、これダメなんだ。これダメなの。え、鳥が飛んだからダメなのかな。マックス、どれを撃つ。じゃ、モニターは。あそこの古いコンピューターのモニターはどうかな。よし、リブートさせてやる。え？思んな。ダメだ。ダメだって何これ。何見せられてんの俺。マックス、どれを打つ。左にあるホイールを打ってみて。ホイールだな。オッケー。え？ああ、あ、トリックショットね。あ、そういうことね。あ、オッケーオッケーオッケー。これ聞いてなかったわ。才能あるね。最高に楽しい。満足した？まだまだ、もっとすごいのに挑戦しよう。そういうことか、トリックショットしたかったんだな。それじゃあ、この廃車を使ってみるのどう？どうすんの？ああ、どっかに打ってトリックショット。どれを打てばいいんだ？え、これ絶対跳ね返ってくるよ。絶対クロエかマックスで跳ね返って悲しい結末になる気がするんだけど。どこを狙う？ここじゃない？バンパーをへこませてみようよ。さよなら、バンパー。ほらー。大丈夫？今巻き戻すから。ロコもなるじゃん。バカが、言ったじゃん跳ね返るって。そんなもん露骨に跳ね返ってくるでしょ今の位置的に。マックスに跳ね返ったら死ぬんだけど。どれを。左のタイヤを打ってみて。了解。車輪よさらば。え、決まったな。ああ、まあトリックショットだな。マジ信じらんないよ。
スーパーヒーローみたいだ。よし、今度はマックスの番な。ほらもうほら負担来てるもん。戻りすぎたから。また鼻血、大丈夫か？ちょっと気分が。ああ戻りすぎたらほらやっぱ来るんだ。ああそうなんだ。そこで来るんだ。うるせえ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 わ。やっぱほら使いすぎたらほらダメなんだって。負担がね。それが合図なんだ。鼻血が出るっていうのが。つかまあ、つかもうめっちゃ使ってたもんな、レストランの時から。びっくりしたよ。気分はどうだ？うん、平気だよ。ありがとう。ちょっと休めば大丈夫。刺激が強すぎたか？そんなことないよ。正直楽しいかも、うん、危険だし怖いけど、でも楽しい。治ったら言ってくれ。この力、体への負担が大きいな。そう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 だよ。元に戻ってよかったけど、とりあえずクロエと話そう。あ、とりあえず話していいの？あ、じゃあ話そうぜ。写真あった今。写真あったって今。写真あったって今。ほらもう絶対これじゃん。絶対この銃上げてるやつじゃん。やっぱりやめとこうかな。何言いこぶってんだよ。まったくガキじゃん。写真あった。大丈夫だって。私がついてるから。反射神経が。やってみろ。逃げたのに。あ、人来たよ。いや、ワルダ組の最中か。あ、あいつじゃん。銀行でも襲う計画かな。なあ、こいつは失礼。邪魔するつもりはなかったんだ。やんちゃそう。銃声が聞こえたもんだね。やんちゃそうっていうか。火遊びた、微笑ましい。ガキの頃思い出す。一緒にすんじゃねえよ。誰フランクって。同意だよ。お前も金に困ってる。俺からクソほど借金するぐらいな。あ？金は返す。みんなそう言うんだ。返すあてもねえくせに言う。お前、何隠したんだ？見せてみろ。そのブレスレット。うるせえ、ダチからのもらいもんだよ。てめえには関係ねえ。だが、それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。怪しいぞ怪しいぞ。もらったんだよ。ふざけんな、盗んだんだろ。今すぐ返しやがれ。それ以上近づくと後悔する。もうやめてよ。切り刻まれてか。やめて。やめないと撃つから。おいおい、やめとけよ。いや絶対当たるぞ俺は。いや撃たないでしょ。撃つわけないでしょこんなの。こう撃つとこある？こんなの撃たんよ。どうしたんだ？撃ってみろよ。撃つ意味なくない別に。だって笑かすぜ。まったく飛んだ茶番だな。いい獲物だ。これで利子は帳消しにしてやるよ。よかったな。いいか、残りは金曜までに用意しろ。出なきゃもらったこの利子で取り立てる。ああ、てか、そういうこと撃つ撃つじゃないって。こいつは取りに来ると思わなかったわ。撃っていい、クロエ。クロエが撃っていいって言うなら俺戻るよ。どうしてくれんだよ。ごめん、体が動かなくて。姉さんに襲われたらどうすんだ。クソ親父からもう一丁盗むのはさすがに無理だぞ。銃を人に向けたのなんて生まれて初めてだったから。これが普通だよな。怖かったの。分かってる。正直私もこうなって内心ホッとしてるよ。え？あ、ちょっとかっこいい。ちょっとおしゃれ。銃なら他にもあるし。行こう。すっかりしらけちまった。まあ撃たなくていいでしょう。まあフランクはもうしばらくは来ないよ。やつの狙いは金だ。私のせいでクロエの銃がフランクに取られた。いや撃っちゃまずいでしょう。明らかに撃っちゃまずいもんだって。なんでフランクはレイチェルのブレスレットを持ってたんだろう。まあ、それは怪しいよな。考えるのは後。今はクロエについていこう。どこ行ったクロエ。どこ行った。あ、どこ行った。あ、いるわいる。危ないってそこ。もうエピソード2が始まった時に見えたもんだって。お前引かれてたじゃん車に。車じゃないわ、電車に。
まあいいや、今回はマジでこれぐらいで終わるか、一旦。あ、なんこれ。ん？あ、各場所で見たもの見れるんだ、こうやって。やるじゃん。いいね、これ。便利だわ。しかも地図がちゃんと、これ多分正確だな。あ、どうしようかな。まあまあ、時間的にあれだから、今回終わろうかな、これぐらいで。じゃあまあ、とりあえず。あ、そうした。